ミュージックエモーション出雲。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ナオピロピロン。さあ、明日ついにイベントミュージックエモーション開催ということで、はいはい、緊張なだってるんですか？いいえ、全く。あ、本当ですか？はい、はあ、楽しみでございます。はい、まあっという間にこの日が来ましたけど、まあね、このラジオをね、リアルタイムで聞いてる方もいるかもしれません。はい、ぜひ聞いてくださいよ。はい、ということでね、明日が本当に楽しみですけど、明日への思い、うん、どうぞ。いや、楽しんでいただければなと思いますよ。一応ね、はいはい、たもっちゃんの6月9日、うん、ロックの日、はい、まあ、ライブできなかったんで、はいはい、誕生日ライブでもあるんですよ。そうなんですね、はい、じゃないとあんなやりませんよ。はあ、うん、ありがとうございます。まあけど、まあ僕は僕なりに できることやるだけですね。はい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 、うん、そう、それしかないです。あまりごちゃごちゃ考えるのはやめてます。あ、考えると、うん、何、萎縮しちゃう？いやいや、萎縮するっていうか恐縮、なんか、うん、なのブレますんで。ブレる、やりたいことがブレるからいろんなこと考えず、まあライブやるならライブに集中でライブを頑張ろうかなと思ってますけどね。結構あれだよね、シンプルな方がいいよね。そう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 、一点突破型だもんね。一点突破型だね。うん、僕は複雑型だからさ、はあ、いろんな要素を考えて、いろんなパターンがこう来た時にいろんなローテーションで回せるように考えてるからね、はいはい、あ、それがあってこその私のワンパンチですわ。そういうことですよ。たもっちゃんがこう真ん中にいて、僕が周りを固めていくっていう ね、 そ う、 ですね、そういう作戦ですね。ありがとうございます。はい、ではメッセージいきましょうかね。はい、いきましょう。はい、じゃあいくさんのメッセージお願いします。Pさん、たもさん、こんにちは。こんにちは。いよいよミュージックエモーションさんのライブイベントがもうすぐというところまで来ましたね。うん、このラジオが流れる日はイベントの前日ということになるのかな。正解です。私も県外から見に行く予定なので、本当ならリアルタイムでラジオを聞きたいところですが、 FM がさ入る環境にいるかはわからないので、うん、叶うかわかりません。でも米子の近くにはいてワクワクしていると思いますね。はい、このラジオを聞き始めて1年半、うん、まさかその番組のイベントに行く日が来るなんて思ってもいなかったけど、行こうと思えるくらい番組が身近なものになっていてびっくりです。パーソナリティのピースさん、タモスさんはお会いしたことがないので、やっと初めましてができるの嬉しいですし、このラジオを通して知った爽やかな歌声の井上俊也さん、アーティストとしてのタモスさん、ゲストアーティストの方、そしていつも応援している魂のユーフィーさん、日野江翔英さんの歌声を、素敵な会場で聴けるのも本当に楽しみにしていますね。魂のユーフィーさんの傷追い花を流していただきありがとうございました。ラジオのオンエアの当日は米子駅付近でユーフィーさんが、松江駅付近で日野江翔英さんが昼間路上ライブをする予定です。もしお時間ある方は生の歌声をぜひ聞きに行ってみてくださいね。では私は週末参院でライブにグルメに温泉に楽しみたいと思います。すごいね、もうライブグルメ温泉をね多分リサーチしてるんですよね。すごいですね。いくさんそういうねプラン立てるのうまそうじゃないですか。堪能されてますね。ね、ぜひね僕らも連れて行ってほしいですけどね。プラン乗るのいいじゃないですか。いや、タモちゃん僕そういうの好き、はい、自分で考えるの苦手ですけど乗っかるのが好きですね。乗っかり、うん、乗っかり屋さんでね、乗っかります、はい、ではね今日の曲なんですけど、はい、CD ができましてね、あそこにねまだちょっと転がってるんですけども、ね、ちょっとジャケットがねあのこれ収録番組なんでまだ届いてなくて、あ、はいはいはい、あのまあ明日ぐらいに届くんで、ほう、 あれしちゃいたいなと思うんですけど、せっかくなのでこの新曲を流していきたいなと、うん、あ、いいじゃないですか。あのライブでもやりますから、はいはい、よければここで覚えてもらって、まあ、みんなで歌うとかですね。いやです、はい、それ嬉しい。その方がいいかなと、うん、新曲だとやっぱりね、うんうん、初めて聞くみたいな、あ、そうだね、なると、うん、ノリが分かんなかったりするじゃないですか、はいはい、あの僕の、うん、あのこれ作ったばっかりでしょ。作ったばっかりです。僕は一生懸命練習してますけど、はい、もし歌詞が飛んで分からなくなった場合、はい、観客席からその
ね、覚えてくれたらこう、だい、ね、僕が復活できるじゃないですか。え、何を言ってるんですか、一緒に歌ってください。たもちゃん何勘違いしてるんですか。何ですか。もう歌入りで流しますよ。口パクですよ、もはや。フルオーケストラですか。フル口パクですね。フル口パクですか、はい、AKB もびっくりじゃないですか。そう、だから絶対ね、歌詞を忘れることもないし、間違うこともないし、音程もリズムもずっとこう一緒みたいな。いやだいやだ。あ、歌います、ちゃんと。歌いたいです。わかりました。じゃあ編集今頑張ってるんで。じゃあ皆さん、あの、うん、どの曲が口パクだったかを当てるというね。はい、楽しんでいただきたいなと思いますけど、いやいやいや、まずは一発目にですね、はい、ビール、あー、いいですね、この曲を流したいなと思います。はいはい、この曲のポイントはですね、うんうん、聞いてから、はい、うん、聞いてみたいなと思います、タモちゃんに。はい、それでは聞いてください。タモと直弘でビール。はい、聞いていただきました。田本直弘でビールでした。さあ、この曲のポイントは何でしょうか。この曲のポイントはね、はい、とにかくね、ビールがうめえってことですよ。ほう、うん、何してもね、うん、とにかくビールがね、すべてを洗い流してくれます。ビールビールのところをみんなで歌いたいってことですね。そうです。はい、タオルでも振り回しましょうか。タオル振り回しちゃダメですね。ダメですか。今危険ですね、それはね。危険ですか。はい、何しても OK なんですか。拍手ですか。拍手は OK ですよ。あと拳を突き上げるですか。あー、 OK です、 OK です。このね、ビールを持つ、ジョッキを持つ感じでね、はいはい、感じで、はい、乾杯ですね、はい、乾杯です、乾杯。あ、乾杯ですね。はい、その振りをちょっとまた考えましょうかね、はい、考えて、で、あの YouTube とかにアップしてあげたら。あ、これですか。曲上げてるじゃん、はいはいはい、あれ YouTube にアップしてあげたらいいんじゃないですか。タモちゃんが歌ってあげて、あ、こんな感じだよみたいな振りを、はいはいはい、なるほど、はい、こうやってね、うん、土曜日でもアップしてたらみんな多分見てくれると思いますね。そうだね、ちょっとじゃあTikTok でもいいんでTikTok でもいいですね。確かに ね、はあ、いいですね。ビールはいいと思う。ビールいいね、うん、ありです。ありですね。ちょっとやってみましょうかね。ガチで飲みながらやってほしいね、本当のビールで。3杯4杯ぐらい飲んで、はいはい、その後にくるっと感じやってほしい。やってほしい。やりましょうかね、はい、ガチめにね。いや、わかりました。はい、ということで、次のメッセージいきますね。はい、トモさんからのメッセージです。ありがとうございます。です。 P さん、田本さん、おはようございます。おはようございます。ライブの準備にお仕事にお疲れ様です。ユーフィーもショウエイさんもきっとライブの準備頑張ってることでしょう。15日はチャスさんのバースデーワンマンライブでした。ほう、平日だったからこそお休みがもらいやすく行ってきました。平日休みの人もいるしね。ああ、確かにね。チャスちゃんはラストのサプライズゲストにあたふたしていました。何その情報。18日はユーフィーが前にユニットを組んでたケイタ君の現ユニットダンダンさんのライブに行ってきました。あのクリアさんのロールケーキを差し入れしました。なんか有名なとこなんだろうね。そのライブハウスは埼玉の市議かな、うんうん、にあり、
公共交通機関で行くより自転車で行く方がいいので片道40分くらいかけて行きますどういうことですかこれ。どういうことでしょうね。絶対交通機関で行った方がいいよね。だね、うん、遠いですよ。遠い。そのライブハウスの近所に可愛いハスキー犬がいて遊んでもらってたらそこの飼い主さんから子育て相談されました。なんかすごいね。なんか旅してますね。ムツゴロウさんですかあなたは。私が出した相談の結論は、話してわからないなら見せる、何回でも見せるって言ったら、なるほどやってみますって言ってました。素直ですね。その後が気になります。これ通うしかないですね。片道40分かけて ね、 そうですね。ではライブ楽しんでくださいということでトモさんからでした。ライブ楽しみましょう。そして楽しんでいただきましょう。はいはい、楽しんでいただきたい。はい、それではね、次の曲、聴いてください。田本直弘で空への階段。コンビニ、夜はビールでスマホ見ながらグーナー。こんな毎日、素敵な毎日、僕が選んだはずなのに満たされてなくて、もっとお金があれば、もっと時間があれば、もっともっと僕は幸せになれる。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな小さな僕をそこに見つけた。僕は一人じゃなくて、起こされちょっと不機嫌、いつもの朝だ学校だ。方程式は覚えたけれど、これってなんか意味あんの。こんな毎日しょうがないかな、学生ってこんなもんだよね、将来のためだよね。もうもっと可愛くなったら、もっともっともっと私幸せになれる。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな小さな私をそこに見つけた。私は一人じゃなくて、青くて山は緑で、たくさんの生き物が僕と私を包み込んでいた。あったかいな。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな僕をそこに見つけた。僕は一人じゃなくて、そこにあなたがいてくれて、大切なものを全部手渡してくれていた。空への階段登って、
はい、聞いていただきました。田本直弘で空への階段でした。さあ、この曲はどうですか？この曲はね、とにかくね、うん、いい曲。ほう。あ、自分で聞いててね、うん、あの、励まされる。なるほど、励ましの歌なんだ。そうなの。ほう。やっぱ励ましがいいじゃないですか。大丈夫だよっていう。なんかね、恐ろしく薄っぺらいコメントしかないんで聞かなければよかったなと心から思ってるんですよ。皆さんを励ましたい、はい、皆さんの背中を押したい、はい、そうですよ。なのでこの曲も明日のライブでですね、やると思いますので、ね、熱唱します。はい、ぜひびっくりしてください。聞いてください、うん、じゃあ次ユミユーフィーズさんのコメントもお願いします、はい。P さん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。ライブまで1週間を切りましたね。うん、魂田ユーフィーさん、日野江翔英さんはいつも聴いて応援しているアーティストさんで、うん、田本直弘さんはやっと会えて、やっとライブが見られて、井上俊也さんは最近知った素敵な歌を歌われる方で、ステージで歌うそれぞれの方のライブを思い切り楽しませてもらいますね、うん。次の放送日は魂田ユーフィーさんは米子で歌う日ですね。米子駅周辺でユーフィーさんの歌声を聴ける方もたくさんいますように、素敵な日になることを祈っていますね、うん。魂田ユーフィーさんの傷多い花、何度も聴いているこの曲もまた聴けて嬉しかったです。米子でも生で聴けるといいですね、ということで、はあ、ユミユーフィーズさんにもね、会えるんじゃないですか。会えますね。はい、はあ、いいな。どんなあれですね、どんなショーパン姿でもうね、現れるのかと。縛ってますね、ショーパン絞り縛りですね。絞りはやばいですね。何を絞ってるんでしょうね。やっぱ田本さんはね、いやいや、心の声がね、漏れちゃうんですよ。ダダ漏れなんですよね。そうですね、はい、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしげがないからね。恥ずかしいですよ。ということでですね、はい、次ももこさんのメッセージもいっちゃいましょう。はい、 P さん、田本さん、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。鳥取のライブは各それぞれのアーティストさんで、うん、配信、多分仕事だから配信ツールによっては見れないけど、うん、私的には全体的にライブ見てみたいです、うん、だから YouTube で配信してほしいです。アーカイブ残してもらえると助かります。行けない人にとっては嬉しいです。確かに行けない人もね、多いと思うんですよ、まあ、そうですよね、まあ、場所とか、まあ、距離、うんうん、時間、そうですね、まあ、休み取れないとかね、はいはいはい、あの移動手段がないとかね、うん、まあ、そういう人にとってやっぱ配信ってね、いいんじゃないですか。配信するでしょ、いいで、ね、一応何でします？ YouTube、 YouTube で、うん、一応スマホで撮って、スマホで撮ってかな、か、あ、 Wi-Fi 環境はあるんでしょうか。ね、多分 Wi-Fi じゃないかもしれない、ね、じゃない、だったらもうリアルケーブル、ね、うん、リアルケーブルなような気がするな。なるほど、はい、Wi-Fi が飛んでたら PC 持って行って、うん、いいカメラでね、うん、セッティングもできんことはないけど、うん、まあ何でもできるようにはしとこうかな、うん、とは思いますね。はい、まあ今スマホでも結構綺麗ですからね。全然綺麗ですよ、うんうん、なのでね、まあまたね、告知とかあると思いますので、おい、ぜひチェックお願いします。お願いします。じゃあ最後にオカポンさんのメッセージもお願いします。はい、 P さん、たもっちゃん、本番まで間もなくだね。たもっちゃんはもうまな板の上のなんたらなんだっけ、まあいいや、なんだっけ濃いですね、はい、本番は楽しんだもん勝ちだけん、わちゃわちゃ楽しいステージがたもっちゃんだね。新曲もバラードじゃなくなったし、わら。それからあの人が出演ってことはたもっちゃんもお色直しあるんかな。ないかな。あるかもしれないね。時間ないからステージ上で早着替えだね、うん、コール&レスポンスも OK なんだよね。本に声出しできるライブ、もう記憶にないくらい昔だけワクワクが止まらないわということでした。はい、まあ、僕らにとっても2年半越しぐらいのね。そうですね。で、多分主催するイベントとしては、うんうん、今年ラストだと思いますからね。まあね、うん、
今年ラストのね、僕らのイベントはね、はいはいはい、はい、まあ、イベント準備、まあ僕はあれですけど P さんが全部してくれてますけど、はい、言うても大変ですもんね。大変大変、うん、1から10まで充電も今そこしてるからね。なんかものすごい数の、はい、充電器がここにありますけど、何個あんのか、1、2、3、4、5、6、バッテリー使いますから。10個ぐらいありますね。ありますあります。カメラも設定もねしなきゃいけないですしね。この目の前にあるこのでかいカメラですか？ん？これ？これ？これじゃない、これじゃない、これじゃない。あっちの転がってるあの袋の中にありますよ。まあラジオなんで見えませんけどね。見えませんけど、もうカメラだらけで、はい、ビデオカメラもなんかカメラのだって袋が何個あんのここに。一袋一台入ってますからね。やばいね。基本ね。ということでね。じゃあ、はい、明日ですね、ミュージックエモーションが開催ですね。はい、楽しみです。6月26日日曜日、場所夢港シアターですね、境港の、うんうん、出演が田本直弘、玉志田裕妃、日野江翔英、井上俊也というね、このラジオで出会ったねメンバーでさせていただきます。オープン12時40分スタート13時からです。まだね予約間に合うと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後にこの曲流しますね、聞いてください。田本直弘でフォーエバー。一人で歩いてきた、そんなつもりでいたのに、いつの間にか変わっていた。月曜日おはよう、火曜日谷神、君なしでは歩けない、もう一人では歩けない。
はい、聞いていただきました。田本直弘でフォーエバーでした。どうでした？これはね、はい、あの苦戦した。苦戦しましたね。だってレコーディングの日にサビのメロディー変えましたからね。だってハマってないんだもんね。そうなのよ、はい、しっくりきてなかったんで。しっくりきてなかったね。まあでも変えてよかったんじゃないでしょうか ね、まあ、ね、Pさんにアイディアもらって、一緒にやりましたね。はい、まあ、ギリギリまでこう詰めるっていうのはね、いい作業だと思いますよ。まあね、ただね、撮った後がね、もう僕は苦痛でね。この曲が一番大変でしたね。いや、ご苦労様でした本当に、はい、もうギザギザにザクザクに切り刻んでやりましたよ。いや大変けど、これ綺麗に歌いたいな俺。そうだね、本番で、まあ、これが一番けど結局練習してる。ああ、うん、苦手だから一番、ね、苦手なのよ。練習して多分最終的にその苦手な曲が一番得意になったりするじゃん。そうなってほしいなと思ってます。うん、ということでね、はい、CD、田本直弘のね、まあ、セカンドアルバムになるね。そうですね、はい、直弘っていうね、直弘。激アツ。あのとりあえずのウェブでね購入できるようにしてますんで、あれ受けるでしょ。あれ受けた。もうね、あれはどっかにもう、まあ、もうちょっとしたから貼り付けましょうか。あ、そうですね、うん、貼り付けてあげてください、うん、あの登録10枚しかしないからさ。ということで、今回も P さんと直弘でした。それでは皆さん、またらね。バイバイ。